和州下町探偵団源さんです。今日は人形町山崎横丁の鳥ただ何やだ鳥屋、まあ、鳥屋ってんだいたい焼き鳥と卵焼き、こんな感じなのだ。まだ売ってっかな。早速買ってみるのだ。売ってた。よいしょ。袋見えないね。とりあえずね、親子焼きっていうのがこれがいいんだよね、ここは。それと鶏を2、3本買わせていただいたのだ。さあ帰って食べるのだ。甘酒横丁の由来見とく。英語版もあるよ。まあどうでもいいよね。まあ、また例によってじっくり読みたい人は、ビデオを止めてみてください。はい、スタジオランクインテッドの、コンファレンスゾーンに帰ってきたのだ。じゃあここで鳥ただの卵焼きと、卵焼きって親子焼きなんだよね、正確には。親子焼きと焼き鳥をちょっと実食してみようと思います。柳屋をやった時に、なんか食べ物の宝庫だな、これはいくらでもできるな、ネタに困んないな、なんて言ったんですけれど、調子に乗って、たい焼き、どら焼きと来ちゃいました。で、今日はお酒のあてってことで、卵焼きと焼き鳥いきます。人形町、まあ、いろんなお店あるけど、なんで今回鳥たださんにしたかっていうと、柳屋見た人はちょっと気づいてるかもしれないけど、柳屋の真ん前にあるのね、鳥ただで、あ、ちょっと柳屋やったら今度鳥ただ行ってみようかなと、ちょうどそんな頃から思ってた。これ同じ日に撮ってないよ、でも。別々の日だけどね。で、まあ、どら焼きだな。次はどら焼きだな。で、最後また、最後っていうか、またその後は、卵焼きかな。まあ、その後まあ、いくらでもまだあるんだけど、とりあえずでもまあ、人形町のなんか、持ち帰りばっかしなと、なんで、一回ちょっとやめます。はい。これで、また、しばらくは、ちょっと他のことやります。でね、人形町って、これ、わしの個人的なイメージかもしれないけど、鶏肉屋が多い。しかも、みんなうまい。うん。なんかね、さっきもちらっと言ったけど、鶏肉専門店っていうのは、鶏肉とその鶏が産む卵と、この両方が置いてあって、で、大体だから、鶏肉やって、まあ、鶏の普通に、ローストチキンとかさ、いろんなもあるけど、大体焼き鳥と卵焼きがメインなんだよね。メインとは言い切らないかな。だけど、それが割と有名だし、美味しかったりするね。でね、人形町だと、鳥近って店がある。鳥近とこの鳥ただが、割と有名かな。うん。で、鳥近なんかもね、鳥近は、人形町の、何やろ、大通りのところにあるんだけど、まあ、大通りにあって、目立つ線もあるんだけど、なんかいつも人が並んでんね、あそこね。でも確か美味しいんだよね。で、鳥ただ。今回いただく鳥ただ。これもかなりうまいです。鳥ただでもさっきちらっと見せたけど、チャーシューがお店にあったと思うんだけど、チャーシューもなんか人気みたいだよ。うん。ま、じゃあ今日は、お酒だね。お酒持ってみましょう。鳥ただの、
おつまみ。うまいね。それで今回はこのくらいのコンパかな。すごいね、鶏だだって書いてある。ビニールに書いてあるね。これさ、なんか割と買ってから撮影するまでやっと時間かかることが多いんで、お店の人に聞いたのね。食べること温めればいいですよねって言ったら、いや、冷蔵庫入れておいて冷やして食べた方が多分美味しいですよって言われた。だからまあ、こんな感じ。上からっと。わしやっぱ下手だな。これが、まあ、焼き鳥ね。これはわかるよね。で、これ卵焼き。卵焼きってか、親子焼きなんだけど、普通の卵焼きはただの卵だけなのね。で、親子焼きは葉っぱがついてるの。これは親子焼きと卵焼きを隔てるっていうか、違いがわかるようにってことだね。何がどう違うかっていうと、親子焼きは親子なのよ。だから親子っていうと、サーモンとイクラとか鶏肉と卵とか、だいたいそういう感じでしょ。つまりこの中は卵焼きの中に鶏肉が入ってるっていう卵焼き。後でちゃんと拭いとかないと絶対怒られるな。まあいいや、とりあえずね、まあ、鶏ただの焼き鳥も親子焼きも、一回食べたことあるんで、わかるんですけど、美味しいです。ほんとうまい。うん、さっきちょっと言った鶏つかも美味しいんだけど、鶏ただもうまいね。二大鶏肉店だね、人形町の。でもなんかね、鶏肉店なんだけど、その二軒はね、なんか鶏関係多いんだよな。鶏ただと鶏ちかは店の中で焼いたりして製品を作ってんだけど、普通に肉屋さん、精肉店ってあるでしょ。あれもね、有名な精肉店があってね、大金って大きな金って書く店があるんだけど、これ3店舗ぐらいあるんだったかな、確か。で、結構みんなね、人気あってね、並んでる。製品っていう意味では、焼き鳥は、普通に焼き鳥も多いしね。あ、うまい。うまいな。ちょっと甘みがあってうまいな。これはだけどさ、純粋に卵焼きの味が美味しいんで、親子じゃなくて卵焼きの方がうまいですっていう人もいるんだよね。まあ人それぞれだな。ちょっとマイク遠いかな。例えば焼き鳥でもさ、鶏綿とか十五とかさ、まあいわゆる人気店、名店があったりとか、神谷とかさ、長政とかさ、ちょっと変わった焼き鳥屋もあんのよ。
神谷ってのも結構売られたとこなんだけど、その神谷の総本店が人形町にあるのね。神谷の焼き鳥はね、小ぶりなんだけど、その代わり安いし、いくつでも食べられるっていう、そういうちょっとね、システムなの。ちょっと変わってるの。そういうのがあったりとか、長政っていうね、博多の、川だな。鶏皮を出してくれる焼き鳥屋もある。博多っていうか、九州全般かな。あの、串に皮をね、ぐるぐるぐるって巻いてね、で、小ぶりに仕上げてるのがね、なんか博多スタイルなの。だから、ある意味、珍しいと思うよ。人形町のちょっと外れだけどね。それとか、トマトハイが有名なとこで、鳥生かな？よくテレビとか出てるよ。とか、ちょっと東日本橋まで行っちゃうけど、鳥のコース料理がある立ち飲み屋で、江戸政とかね。だけど、焼き鳥屋だけじゃないよ。なんつっても、あれあるからね。シャモ鍋っていうか、親子丼の有名な、玉ひで。親子丼も鶏肉でしょ？で、玉ひでの系列店みたいなとこがあって、江戸寺って言うんだけど、そこは、夜は焼き鳥屋になるのかな？そこはね、焼き鳥だ、うまいよ。とか、焼き鳥重ってのは、重箱に入ってる。九助と小川っていう二軒が。もう足は小川の方がうまいと思うけどね。まあそんなわけで、鳥に関するね、名店をね、なんか結構多いんだよ。まあ街が広いから、そんだけ店もあるでしょって言われちゃえばそれまでなんだけど、美味しい、うまい店は結構多いです。これ絶対後で食いとかないと怒られるな。まあいいや。今日はそんなとこで、私はあとはゆっくり飲みますんで、この辺で終わっておきます。これでいいのだ。